はい、どうも、こみです。さて、本日もこちら TH コンペティターさんからですね、お届けしてまいります。相変わらず喉の調子が非常に悪すぎるので、今ね、ハーブティーをね、ちょっとこう、ちょびちょび飲みながらやってるんですけどね。なんかドイツって結構、その化学製の薬をみんな嫌う国で、基本、なんかね、そのオーガニックな治療法をすげえ勧められるんですよ。でね、喉の痛みとか、咳痰みたいなものにはハーブティーだと、ということでね、今一生懸命ちびちび飲んでいるんですけども、いやー、もういつもはね、ちょっとね、ワインをとかね、こう、たしなみながらね、調子こいて収録してるんですが、今日シラフなんでね、なんかちょっといつもよりも饒舌さに欠けるかもしれないです、もしかすると。あんま変わんないかな。じゃ行きましょうかね。本日ね、お話ししたいのは、スパビスドラゴンです。相変わらず、やっぱり皆さん多く使ってる場面をご覧になる戦術かなと思うんですけども、前自分ちょっとお話ししましたが、やっぱね、スパビスドラゴンってちょっとね、使いどころが、上手い人だったら何でもできちゃうんでと思うんですけど、僕レベルだと使いどころが少しこう難しい攻めで、で、今回はですね、その使いどころっていうのがどういうふうに、見極めたらいいのかみたいなところを少しお話しできたらというふうに思います。結構ね、これ上手くやっている、TH コンプリーターの皆さんのね、動画をちょっとこう参考にしながらやっていければと思うんですけども。はい、すいません、こんな感じですね。ちょっとところどころね、なるべく小さい声でします。で、これ、突撃艦、まずは、このね、突撃艦の言い方もうまいね、ここ、バルーンを2箇所に分けて当てることによって、突撃艦を、対空から守っていく。で、レイジからのインビジ3発、4発入れるのかな。これ多分ね、ちょっとね、インビジの多分タイミング少し遅らせてもよかったかもしれないです。一個一個ね。そうするともう少しインビジの呪文の一個一個の効果が長引いて、まあ3発で足りたかもしれないですけどね。まあここの、マルチインフェルノはもう上にかけることを多分覚悟でやってたので、残っちゃいましたね。もうしょうがないですね、これ残っちゃうのは。どうやってもこれチェーンが横から入んないんですよ、ここから。2マスこれ離れてるじゃないですか、2マス。2マス、2マス、2マス離れてるんで、そうするとね、これチェーンが入んないんですね。これが残っちゃうのはもう仕方がないので、ロイヤルチャンピオンでおるということを初めからプランの中に想定している点だろうなというふうに思います。で、中心部に近いところが折れると防衛みんな壊れるので、外周に関してはドラゴンでこう回収を始めていきますと。で、この攻めをする場合、今ドラゴンがよっぽど苦しい状態に追い込まれて、数がめちゃくちゃ減らない限りは、そんなに時間、大丈夫なので、ね、ゆっくりですね、こちらのドラゴンがカットをしているのを見てから、中央のドラゴンをこう流し込むと。まあ、いうようなね、感じで、プランニング全体組み立ててます。で、ポイント、ババキンと、アーチャークイーンは外周を歩くということですね。こうすることによって、しっかりとルートがこう、確定されて、ドラゴンたちが、一箇所にこう集まって進軍していくというような形が作れます。で、これが基本的な流れなんですけども、じゃあどういう村にこれがよく使えるのかなっていうところに関しては、ご本人たちに聞いてみたんですけども、やっぱ狭い村がいいみたいですね。施設がある程度密集している村。で、かつ、タウンホールの周りに、施設がある村ですね。今回のケースで言うと、ここ、ドラゴンの進軍見ながらなんで、ちょっとね、画面を変えに行きますけども、ドラゴンここから入れたら、この辺にこう、施設がこう、あるじゃないですか。なんで、これらをターゲットにしたドラゴンがそのままタウンホールに向かってくれますよね。そういうのはいいみたいです。例えば、このクランジョみたいなところにタウンホールがあった場合っていうのは、ここの部分こうね、隙間ができたりするとドラゴンがみんなこう、流れていっちゃったりして、で、一、二台このタウンホールにアプローチできたドラゴンも、そこに置かれているホーミングにやられちゃうとか、で、タウンホールの攻撃を受けてやられちゃうとか、いうケースになって、延々とタウンホールがこう、生き生きね、し続けるというパターンに陥ってくるので、なるべくタウンホールを確実に、寄り道することなく壊せるような、ルートが描ける村には使えるということでした。で、逆にですね、これ広い村にはじゃあスパビズ使えないのかっていうと、むしろ僕は広い方が得意で、昔から自分ディガホグ好きなんですね、クイヒディガホグ。で、これを使ったパターンっていうのがむしろ広い村には僕は刺さると思うんですね。ただまあ条件があるんですけども、そこはちょっと、別の動画でまたお話もこれからもしていきますし、2つ前の動画かな、見てもらえると、3つ前かもしれない。ごめんなさい。見てもらえると、自分のですね、その、突撃スパビズの、クイヒディガホグ、これの、まあ、どんな村に刺さるのかっていう特徴に関してよくまとめてあるので、そちらご参考いただければなというふうに思っております。なんかチャットがすごい勢いでこう増えてるけど、多分ね、もうこれね、なんだ、なんだ、チャット遊びをしてる。開いてもいいけど、なんかちょっと変なね、放送禁止用語が出てたらまずいんであれですけど、なんかね、
ミダゴグさんが最近こけてるからミダゴゲとか言ってね。で、リーダーの権限振るってミダゴグさんがみんなを降格しまくってるみたいな、そういう降格合戦がね、繰り広げられてるみたいですね。まあ、ちょっと置いときましょうか。はい。で、これ、この村もそうですね、結構密集しています。なので、こういう密集村に対しては、特に、あとマルチインフェルノ3本密集してね、マルチインフェルノ3本ある村には、ディーガホグは難しい代わりに今度クイヒーじゃないわ、これドラゴンが刺さりますね。しっかりと、突撃艦の後、レイジからのインビジ、レイジからのインビジかな、今どうしちゃったかな。とにかくインビジレイジを当てていって、タウンホールをきっちり壊して、多分最後のインビジはなくてもよかったレベルかもしんない、この仕事量を見ると。まあ、ただ別にそれはまあ結果論であって、ここからね、綺麗に全開持っていくんで素晴らしいんですけども。きついっすね、ほんと。喉ほんと弱くてさ、生放送なんかするとすぐ声枯れちゃうんですけどね。こんな風に、だから、冬の乾燥がドイツひどいんで、まあ、しょうがないですね。うん。咳が止まんないっす。別のあれじゃないかってね、心配されることもよくあるんですけど、まあ一応大丈夫っぽい。で、ドラゴンを出していきます。で、このドラゴンが密集していると、何がいいかって、こう、密集したまま進むんですね、こういう風に。ガーってこう。こんな風に。で、外周に関しては、同じようにこれ、クイーンとキングを使って、こうカットしていくことができるので、外周に関してしっかりね、ドラゴンが反れないように、先行してヒーローでこう削りを入れていくというところですね。で、この密集の効果っていうのは、ね、とにかくグランドウォーデンのトーム、この後エナジーサークルかな、サークルですね、この体力が上がる輪の効果。あと、呪文、すべてが、すべてのドラゴンにかかるというのが、もう何にせ、一番この密集する効果ですね。まあ、今ちょっとね、時勢から密集はあまり避けた方がいいんですけども、ドラゴンに関してはもう密集命ですね。とにかく密集させる。ぎゅうぎゅうにこう詰め込んでね。ぎゅうぎゅうに。詰め込んでいくとこんな感じで、いい感じにこうですね、最後まで進軍していくと。なんかすげえ中途半端な、抽象的な言葉をね、言葉めちゃつけてる気がするけど、とにかく、冒頭言った狭い、配置に、施設が密集している配置に刺すんだったらドラゴンの方が良くて、で、ちょっと広めに、施設がこう散りばめられている場合っていうのは、クーヒーディガホグで僕はいいんじゃないかなと思います。ただ、まあ、クーヒーディガホグする場合にはタウンホールを突撃艦、スーパーウィズで落とせるっていうのが前提になってくるので、まあ、自分のパターンの場合はですね、なので、そこを見極めてもらってから使うと、いいのかなという感じですね。まあ、とにかくスパーウィズの突撃艦パートでここですよね。タウンホールが壊れてさらに援軍が釣れるっていう状態の村を発見した場合にはもう迷わずこれやっちゃってもいいのかなって気がします。まあ、突撃艦スパーウィズですね。そこからはまたディガホグにするのか、ドラゴンにするのかっていうのはその配置のこの広がり具合を見て決めるというところでいいのかなっていう、まあ、そんな気がいたしますね。さて、もう一個ですね、ちょっと、この前回のアタックから見ていきたいと思うんですけども、これかな。まあ、結局、ミダゴグさんがですね、最近この、突撃艦スパウィズドラゴンをね、すごいやってらっしゃるんですね。私も参考になります。で、こんな感じ。タウンホールの周りに、やっぱ施設がこう、しっかり連なっていて、で、ドラゴンでここが簡単に落とせるよという場合には、これが使えるってことですね。で、僕だったら多分タウンホール側に行っちゃうんですけど、今回ミダゴグさんは、こちらのイーグル砲側に、スパビーズ放っていきましたね。で、これでイーグル砲を壊しながら、相手の、グランドウォーデンだったり、あるいは投石を狙っていくっていう感じですね。投石、まあ2個分ぐらいはさすがに無理なんですけども、まあ1個ちゃんと壊すことができて、イーグル砲角をがっつり削ったということですね。あとは、多分これミダゴグさん流なのかな？ロイヤルチャンピオンを取れて出すっていうのが、もしかしたらジョガさんがもう紹介してたのかな、ちょっと忘れちゃった。ジョガさんの、すごい再生回数がいっている、この、なんだ、スパーウィズドラゴンの動画、自分も当然見てるんですけども、もしかしたらそこから引用してるのかな、この、ロイちゃんパート。まあ、とにかく、ミダゴグさん、ロイちゃんを先出すっていうことをよくやりますね。で、同じように、しっかりと、削った周りをカットしていくと。もうこの時点で、破壊率的には 25、6% なんですけども、もう綺麗に主要施設が削られているので、ルートがすごい見やすいこと。あとはまあ、これですね。陸のクロスボウっていうのがやっぱディガホグをさせたくないような、要素になってくるので、まあ、こういう場合には逆にドラゴンですよね。まあ、その広すぎてちょっとドラゴン回しにくいなっていう、こう密集させられないなっていうような配置だったり、あとは、
なんだ、クロストーンが対空になってて、ガンガン空撃ってくるよっていう場合に関しては、まあ、ディガホグとかが、結構いいというふうに思うんですけども、まあ、今回みたいに、密集していて、さらに、クロスボウ。まあ、密集ってもこの4時方面、5時方面はまあ密集しないかな。まあ、そこに関してはスパビーズ削っちゃったり関係ないってことですかね。で、まあ、そういうような村に関しては、ドラゴンがいいのかなっていう感じ。まあ、とにかくクロスボウの、あれですね、対地対空っていうのは、やっぱ見るべき大きな要素ですよね。で、今回ちょっと外周にだいぶドラゴン流れちゃいましたね。これちょっと投石が生き生きしちゃってるんで、少し、うん、これはあまりよろしくはない状態になってると思うんですけども、まあ、それを最後押し切っていきますね。アジャクインが黒く残してまだ歩いている上にドラゴンの数もだいぶ外周流れてた分が、残っているので、こいつらの活躍に期待っていう感じですかね。ここで、投石機にアプローチして追っていくと、まあ、燃やしていくっていう感じですね。はい。で、最後は、あとは、ね、回収していきましょうというだけです。まあ、アチャクイが、ガンガンクロスボウ打たれてますけど、まあまあ別に、この時点でアチャクイが、いようがいまいが全開ですね。非常に綺麗なアタックになってるかなっていう気がします。というところでですね、本日ご紹介したのは、スパウィズパートからのドラゴン攻めをする場合のお話でした。ご本人たちに伺ったその内容をもう一回まとめると、なるべく施設が密集しててタウンホールに対して寄り道をしない、ような村で、もう一つなんだっけ、寄り道をしないような村で、で、ちょっと待って、忘れた。なんだっけ、頭が混乱してた。あ、そう。あとね、巨爆のスペースがあんまりないってことですね。突撃艦を撃つ場所に。要は2枠とか3枠とか空いていってしまうと、そこのスペースに巨爆があって、一気にスパビーズがやられちゃうっていうリスクがあるので、そういうところにスパビーズを落とさずに済むような、村。で、最後が、狭い村ですね。狭い、ギュッと密集しているような村。まあ、つまりそうすることによって、ドラゴンたちが密集して動いていくので、非常にね、アプローチがしやすくなると。この3つですね。この3つを意識しながら、あとまあクロスボウが大事っていうこともね、まあ、オプション要素としてまあ僕は大事だと思うんですけども、まあ、そこら辺が当てはまる村があれば、突撃機関からの、ドラゴンというのを試してみてもらうといいのかなというふうに思います。あんまり広めの村でね、ドラゴンがちっちゃうような、状態になっているにもかかわらず、無理にこうドラゴンをガン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 やっていくっていうのは、おそらくあまり、効率的ではないのかなという気がしますので、まあ、とにかくですね、ドラゴンがちゃんと集中して、進んでいけるような、ギュッと密集された村に対して、やっぱこの攻め方は使っていくのが、まあ、ベターかなという気がします。慣れてきたらね、広い村を攻略する方法なんていうのも考えていっていいのかもしれませんが、というところで、本日はですね、スパウィズドラゴンに関して見てまいりました。もしもですね、参考になったよということであれば、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。またですね、今後も、タウンホール、今最近ちょっと13が多めになっちゃってるんですね、GS さんの、CWL が、今、ミックスが終わってしまって、で、どうしてもね、13オンリーの、アタックの中止、召喚が中止になってるんですけども、まあ、これからも、12、14どんどんね、上げていく準備できてますので、まあ、そちらも交互期待していただきながらですね、引き続き動画ぜひ、ぜひぜひご覧いただけたら嬉しいなと思っております。というところで本日の動画を終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。